スポ斜め読み、略してキースポ。こんにちは、金曜トースポ斜め読み、略してキースポ始まります。この番組は金曜日発行のトースポ紙面の中からレースの参考になりそうだけど見落としちゃいそうな記事をピックアップする番組です。ぜひ馬券購入の参考にしてみてください。司会は東京女子プロレスの角田奈緒です。よろしくお願いします。そして解説はトースポの山口さんです。はい、こんにちは、記者の山口です。こんにちは角田さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。春っぽいいい格好してるじゃん。いや、なんか今日かわいい、かわいらしい、なんか、まあ、予備校にいそうじゃないですか私たちは。なんかですよね。ですよね。ですよね。はい、はい、じゃあ、ね、注目の記事を今週 もういきなりね、はい、もう行きましょう。ピックアップしてきたので、はい、紹介お願いします。はい、はい、では6面の V サインからいきます。はい、中山1レース、リトルポピーの奥村武史調教師はブリンカー着用の前走はかかり気味、攻めでは気を抜かずに走れているので今回は外して臨む、冷静に走れば好勝負になるはず。山口さん、こちら解説をお願いします。はい、はい、まあもう分かりますよね、何を言いたいか。はい、ブリンカーですよ。ブリンカーこういうやつね、マスクみたいなあれ可愛いですよね。まあ、あの周りがあんまり見えないようにして、はい、前にこう気持ちを集中させるという、はいはい、これはもうつけてるっていうのはあんまりいい状態ではないっていうことなんですか。まあはい、つけない方がいいのことはいいですね。気象的に、安定はしてるやっぱり気象がそういう馬だからつけるというあれなんですけど、はいはい、でもこれ逆にこの馬は外すんですよね。はい、あの前回つけたことで、うんうん、ちょっと前向きになりすぎた、うん、そういう馬もいるんですよね。逆効果というか効果が出すぎて、つけたからっていいわけではなかったと。これは逆効果に出てますね。はい、まあ、今回はこの調教でも気を抜かずにしっかり集中して走れてるんで外すと書いてあるんですけど、はい、これ馬柱を見た時に、はい、ブリンカーをつけた場合っていうのはマークがつくんですよ。初めてブリンカーつけた場合っていうのは初めての時はマークがつく、 BL と、まあ、2回目もつくんですけど、はいはい、あのつけてる時はマークがつくんですよね。はいはいはい、なるほど。白抜きで BL とつくんですけど、うん、外した場合っていうのはもうただなくなるだけなんで、ほうほうほう、なかなか気づかないんですよね、これって。なるほど、そこをずっと見てないと、あれ前回はあったけど、ちゃんと、まあ、馬柱を細かく見れば分かるんですけど、はい、パッと見なかなか気づかないんですよね。うん、でこの外すっていうのは結構大事なことでもあるんです。つけるのと同じぐらい外すっていうのも結構重要なポイントなんで、はいはいはい、こういうコメントをチェックしとけば、うん、リトルポピーもうしっかり力を発揮できそうなんで、うん、あのこれは狙っていいかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、続きまして馬9面 V サイン、中京4レースサンライズロナウドの安田孝之調教師は前走はガツンと行きたがるところも見せたけど中間はE コースの調教も取り入れて抑えも効くように、鞍上も特徴をつかんでくれているのでレースで活かせれば。こちらも解説をお願いします。はい、はい、これはE コースの調教というところですね。ちなみにこのE コースってそういうコースがある、まあね、はい、まあ、基本的にトレセン、まあ、日本トレセンも立東トレセンもコースは基本的に半路とこういう周回トラックコースがあるんですけど、まあ、そのトラックコースの中でもこういうコースが内から ABCDE とかコースがいろいろ分かれてるんですよね。はい、あのダートコースだったりウッドチップコース、木の木片がこう散りばめられたコースだったりポリトラックコースといって結構足に優しい素材のコースだったり、それ初めて聞きました。あと、まあ 芝コース、はい、競馬場にあるような芝コースだったり、うんうん、まあ、そういうコースが何種類もあって、はい、そこで調教してて、でリットのこう E コースっていうのはダートコース、砂のダート、そうですね、一番外側にある広々としたコースなんですけど、はい、まあ、今回 E コースの調教も取り入れて調整していると、うんうん、はい、結構販路だけで調整している馬っていうのは結構販路はやっぱり一生懸命登るんで、うん、こう前向き前進規制が出過ぎるところはあるんですよね。で逆にトラックコースはもう広いところはゆったり走れるんで、はい、もうそういうところで調教するっていうのはこう馬の前向きさをちょっと抑えるという意味ではすごく重要な調教なんで、でこの E コースで調教したっていうのは、うん、早い時計を出さない限りなかなか紙面では分かんない情報なんですよね。うん、はい、それをここでE コースの調教も取り入れてと書いてくれてるんで、はい、その気象面で改善の効果が見られるだろうなという
推測できる記事なんですよね、はいはい、この馬はちょっと今回変わってきそうというかパフォーマンス上げてきそうなんで、うん、まあ人気でも信用してみたいと。なるほど。こういう調教の変化っていうのは結構面白いポイントですね、はいはい。ちなみにこれすごい初心者の質問なんですけど、はい、新聞にEコースって書かれてるわけじゃないですか、はいはい、これはもうあの競馬慣れしてる方々は新聞読んだらEコースだダートねって分かるんですか。確かにチップコース、あの南ウッドコースとか、はいはいはい、そういう表現はあるんですけど、うん、Eコースだと確かにちょっと分かりにくいかもしれないですね。なかなかじゃあ分かるのは相当上級者。そうですね、Eコースだと。その辺もちょっと覚えていくと、はい、勉強しよう、ね、はいはい、ありがとうございます、はい。最後は馬12面平間の特捜班から阪神6レース昨年の朝日杯フューチャリティステークスは上位5頭の4角通過順が7、5、9、12、13、外枠から積極的に運んだトゥードジボンには厳しい流れだった。似たような位置取りだった発着プルパレーが後にディステッドクロッカスステークス2着同馬と0秒1差9着は悪くない。こちらも山口さん解説をお願いします、はい、難しい、はい、これはね、まあ、まあ単純に言えばこの馬前走朝日杯で9着に負けてるんですよね、はい、あ、まあ、やっぱり力が通用しなかったかと見るか、うん、この9着にどれだけ価値があるかっていう、それあの実は価値がある9着だったら当然今回は相手も弱くなるわけだし当然狙えます。でその9着っていう価値は結構価値の高い、価値のあるものだったんですよ。あのもうこの通過順がこの7、5、9、12、13ってあるんですけど、はい、まあ、要は後ろから来た馬っていうのが上位に来たと、うん、はあはあ、4角の位置取りが、はい、この結構後ろめの馬がいっぱい上位に来てるんで、うんうんうん、その中でこう先行ある程度前にいた、はい、トゥードジボンにはちょっと厳しい展開だったなっていうのはこれはあの推測できるわけなんですよね、はいはいはい、その中でまあ大崩れせずに、まあ、9着なら十分価値がある走りだったと。なるほど、ね、まあ、こういう展開面とかをこうあの分析して、うん、その着順がどのくらい価値があるかっていうのを結構こう自分なりに分析するっていうのは、はい、美味しい穴馬に巡り合える方法なので、うん、なるほど、そう、あの単純に着順がね十何着だからダメだっていうふうな、はいはい、にはいかないんで、うん、そこにはもう不利があったり展開が向かなかったりというのがあるんで、はい、うん、そのあたりをこうチェックするのが大事なところだと思うんで、はい、はい、ありがとうございます、はい、ちなみに今この紹介してきた中で山口さん一押しは今日はどれでしょう、はいはい、ですね、私はやっぱ調教好きなんで、はあ、2番目のこれです、ね、なるほど、いいコース、いいコース、こういうね調教、はい、調教場所の変化、調教内容の変化、うんうんうん、これは結構穴馬というか、はい、そういう馬が変わる要素の一つなので、はいはいはい、結構調教こういうのをちょっと細かくチェックしていくと、うん、いい馬券に巡り合えるんで、はい、気をつけて今後もチェックしていってほしいと思います。はい、はい、ありがとうございます、はい、皆さんもぜひ参考にしてみてください。はい、ということで見てください、やっとポスターを持ってまいりました。ぜひぜひ皆さんチケット発売しておりますので見に来ていただきたい。角田見つけました。角田さんはここかな、はい、怒りあれ、あのなんかお席とかわからないことあったら DM でもあのお問い合わせいただけたら全然あのお答えいたしますので、ぜひあのプロレス見たことない方も初観戦両国国技館ここで見ていただけたら嬉しいです。3月19日はい、あ、わかりました、はい、あ、せーの、おー、あや、おめでとうございます、はい、おめでとうございます、お誕生日、お誕生日、ちょっと早いですよね。いや、そうですね、 あの、ありがとうございます、はい、そう、あの両国国技館大会の翌日3月20日にまた一つ年を重ねさせていただくんですけれども、はい、あら、このタイミングで嬉しい気合を勝利して翌日気持ちよく一
つ年を取りたいと思います。あら、ありがとうございます。あったかいですね、トスポ競馬。じゃあ19日が10代最後の試合ということになるわけですね。そうなんですよ、そういうことですね、10代最後の年、うん、そうなんです、はい、頑張りますよ、ということで、はい、20歳も頑張っていこうと思います、はい、それではね、皆さんすいません、お付き合いありがとうございました。来週もお得な情報をどんどん発信していきますので、ぜひご覧になってください。それではまた。